こんにちは、稲田和真です。では本日も YouTube をやっていきたいと思います。本日もやっていきたいと思います。いや本日はですね、あと服に疎いという話をしたいと思いますね。服に興味がないんですよ。全然興味がないんですよ。本当にもうこれはもう興味がないものがしょうがないということがあるのですけどね。興味ってやっぱり何でしょう、まあないものはないでしょうがないとは思うんですけど、やっぱり自分も見られる側としてやっぱりそれなりにやっぱり服を着た方がいいかなっていうのがあるので、まあいろいろ買ってはいるんですねっていうのがあるんですけど、ファッションなんて言いましょう、メーカーって言わんのか、今ブランドっていうのかなっていうのとかも、あと生地とかもよくわかんないんですよね。何にも考えてなくてやってるんですけど、まあもちろんそのある程度小綺麗な服を着てやっぱりいろんなお店に行ったりとかするのでそれは必要だと思うんですけど、いかんせん服に興味がなくてですね、本当にとりあえず色の組み合わせが全くわかんないですね。どうしたら何が合うのかがわかんないですよ。なんかあるじゃないですか、その流行とかその今時のファッションとか、これはまあある合うものでしょうっていうのは言われるんですけども、さっぱりわかんないですね。本当にとりあえず黒入れときゃなんとかなるだろうなと思ってやったりとかするんで、なのでとりあえずは自分 の服装として気使ってるのはズボンか、まあ、上かどっちか、まあ、黒を入れる、もうそれさえ入れれば多分合うだろうっていうぐらいの話だから、例えば上が黒で下が赤のズボンとか、まあ、上が赤で下が黒のズボンとか、まあ、そんな感じですかね。で髪の毛は黒なのでまだなんか大丈夫かなっていうことがあるから、まあ、髪の毛染めることはもう多分しないでしょう。もう黒で今のままでいいかなというのがあるので、だから服のことは全く分かんないんですよね。でもやっぱり人から教えてもらったっていうのがあるんですけど、やっぱもうちょっとなんかクッと決まった服がそろそろ欲しくなってきてるかなということがあって、もう私も34歳なんでね、そんな若気の至りっていう時期でもないから、そろそろやっぱりなんかちょっとビシッと決めたような服が欲しいなということで、だから最近はまあ遅いですけど襟付きの服を着ることが増えました。本当に何でしょう、名前が分かんないですね。もう服全然興味がないから、丸帯じゃないや、なんだ丸シャツ、なんだ U シャツ、分かんない、首の周りが丸くなってるやつあれですか、あれとかあんま着ないですねやっぱりっていうのがあったり、あとはセーターとかもあんま着ないですね。セーター、あとなんだパーカーとかもあんま着ないかな、こういう服が多いなっていうのがあったりするので、やっぱパシッと着た服をでやっぱりやった方がかっこいいんじゃないかなというのがあるので、まあ、そういう興味がなんとか湧きたらいいんだろうと思うんですけどね。なんかいい服、欲しいっちゃ欲しいですね。靴下もちょっと今足りないんで欲しいかなと、まあ、そんな感じでございました。それでは